はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていきましょうということで、もうね、この画面見飽きたよという方もいるんじゃないかなと思うんですが、いるんじゃないかとかね、もう飽きたってっていうね。いや、俺もね、そろそろさ、終わるかなと思ったんすよ。ただね、こいつが出しゃばるんすよ。いや、違う。活躍するんすよ。ということで、4日連続やね。リーマン3人抜き達成しました。はい、ということで、またね、ちょっと組み手見ていきたいなと思います。じゃあ行きましょう。はい、今回は予選です。まずは。まあ、フリーだとね、当たってるので、ちょっと確認していこうと思います。まあ、とりあえず1回だけ見とくか。ドラさあ削ってで倒すと。てめえの力じゃ俺の弾は取れねえ。俺と勝負しな。さあ先生、まあ大家スキップでいいですかね。で倒す、でラオ復活。天はこのラオを望んでる。はい、とりあえずラオ倒して、次ケージ。まあケージはね、俺と勝負しない。はい、倒してオーラーが出てくる。本番はこれからだぞ。我が主張の舞を見よ。さすがね、強いね。で復活。タフが俺の売りで、ね、温まってきたぜ。温まってきた。はい、奥義連発。で倒して復活。これでオラーに勝ったつもりか。烈走破弾。俺と勝負しな。HP 全開。本番。はい、大丈夫。烈走破弾。まあかなり硬いっすからね。烈走破弾。烈走破弾。必殺で削っていく。で倒すと。てめえの力じゃ俺の弾は。はい、で2戦目ですね。あ、これちょっとリマ関係ないんですが、確認したいなと思います。五者火炎熱風拳。まあ、とりあえず1回は見とか。俺は誰よりも強いんだよ。大丈夫だ、こっちは2人いる。誰よりも強い。はい、連発。ここで貴様を振れよ。五者爆裂炎上拳。さあできた、龍拳。
受けてみよう。北斗昇格生ライダン。ハーティア。あ、倒れてます。復活。まだまだ。まだまだ。全然効いてない。さあでもごっそりね持ってきましたね。はい倒れた。強い。龍拳強い。めちゃくちゃ強いですね。はい、ここで倒れる。で、龍拳登場。はい、で相手が奥義打ってくる。はい、でここで倒す。で霞ケンシロウが登場。北斗百裂拳。はい、まあ、しっかりブロック。で倒す。復活。少しはでこれで持ってかれる。でこれで持ってかれると。惜しかったですね。はい、じゃあ最後にこれ、霞剣士郎 VS 総武北斗百裂拳。原作バトル。俺は誰よりも強いんだよ。霞剣士郎ね、1ページ目しかあのボフつけてないです。超覚醒までね終わってるんですが。覚醒してない。俺は誰よりも強いんだ。なんかいい戦いしてますね。さあでも倒せない。で倒れる。復活。ここで踏ん張り位置削って、はい、でも倒せない。俺は誰よりもで倒されると。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。